GNU パーティットはフリーのパーティションエディターであり、パーティションの作成と削除に使用される。新しい OS 用の領域の作成、ハードディスク使用状況の再編成、そしてディスクイメージングに有用である。アンドリュー・クラウゼンとレナー・アット・バイトン・ハックによって書かれた。GNU パーティットは l i パーテ r t i ライブラリーとコマンドラインのフロントエンドで、あるパーティットから構成される。 パーティットはリファレンス実装としても有用である。現在 GNU パーティットは Linux と GNU ハードでのみ動作する。グッパーテットはバックエンドに GNU パーティットを採用している。グッパーテットはニュートベースの GNU パーティットフロントエンドである。Windows でも使用可能なカーセスフロントエンドのプロジェクトも立ち上がっている。ファサイズは FAT16。 FAT32 の非破壊リサイズを行うためのコマンドラインインターフェースを提供するもので GNU パーティットライブラリを使用している。g p a r t e t と KDE パーティションマネージャーはパーティットライブラリを使用したグラフィカルプログラムである。順に GNOME と KDE というユニックス系システム向けの2大デスクトップ環境に採用されている。 これらはパーティショニングを容易にするため多くのライブ CD ディストリビューションにユーティリティとして収録されている。クトパーテッドもグラフィカルフロントエンドであり、キューティをベースにしていたが、すでに活発なメンテナンスは行われなくなっている。p パーテッドは GNU パーティット用の Python フロントエンドである。デフォルトでこのアプリケーションが同梱されている Linux ディストリビューションには Slack はや クノーピクス、シドジュー、シストムレスキークロ、そしてパーティットマジック等がある。以前、パーティットはパーティション内のファイルシステムの操作に対応していた。この対応はバージョン3.0で削除された。ありがとうございます。